トヨタさんが引き継ぐっておっしゃってたじゃないですか、はいはい、で実際若い人に引き継いでいくときはそりゃいろいろ不安もあるだろうし、うん、任せられるかな頼れないなっていうのもあるだろうし、で富さんは富さんでこれから次世代に、ね、引き継いでいこうっていう話がさっき出てきましたけれども、引き継ぐときは何か不安みたいなこととかはなかったんですか？いやいや ありますで YouTube もあるんでいろいろ話しづらい部分もありますけど、今から思うともっと早く引き継げばよかったなと思ってますね。でもなんか自分のエゴでなんか本当に大切に自分がしているものがちゃんと継がれるのだろうかとか、なんかやっぱ自分の方ができるとかって思ってしまって、まあ、引き継げない自分がいたんですけど、引き継いだ後からするともっと早く、まあ、昨日言ってたアンラーンじゃないですけど、手放せばよかったなとか、まあ、全然回るじゃないとも思うし、まあ、そういう意味であんまり引き継げる状態に、完全な状態になって引き継ぐというよりは、まあ、まず引き継ぎながら一緒に作っていくとか、一緒に探っていくみたいな感覚の方がいいのかなとか、まあ、一方でちょっと引き継いだからには口出しをしない方がいいのかなとも思いながらですけど、僕は最後の1年ぐらいは一緒に作るとか一緒に探るみたいな感じで、まあ、次のセンター長と一緒にやっていましたけど、感覚的にはもっと早く手放していいのかなっていうのは思ったりもします。自分が大切にしてきたものとかね、大切にしているからこそそれで何年かかけて作ってきた環境や条件やあるじゃないですか、そういうものがきっちりと引き継がれない危険性というか怖さがあるけど、それってそれは大切にされた方がいいものなのか、もう変えられちゃってもいいじゃないかと思った方がいいものなのか、この辺は今はどう感じですか？なんか今は後者に近い感じですかね。変えられちゃってもいいかもね。もういいんじゃない、それぐらいのものでしかないのかなって、伝わらなかったとすれば、なるほどね、そういうことか、でも気持ちとしてはやっぱり継いでほしいというよりは、かつなんか僕が大事にしているものというよりは島とか地域の人が大事にしているものを引き続き大事にしてほしいという感覚なんですけど、それはなんかその瞬間告げなくてもおいおい分かってくれるかもしれないしっていうような感覚も含めて、ちょっと広く自分がどんどん構えていられるような感じです。あんまりこだわりすぎても、なんかそれが大事だと思ってない人にこれ大事だから大事にしてねっていう、そのなんか人から変化させられることにやっぱ人は抵抗するし、確かに、でも自分で変化しようと思うっていうことが一番大事だと思った時に、あんまりやっぱこっちが思いすぎるの良くないのかなって思ってる感覚です。トミさんはどうですか？これから若い人たちに言って、いろんな文章とか取材されたものを読むにつけ、もうすでにだいぶ引き継いでるなという気はするんですけどね。若い方も前面に出てこられるし、そのプロセスで今同じ問いをしてみましょうか。自分が大事にしてきたものとか、それがゆえに作ってきたようなものがうまく引き継げなくていいと思われているか、やっぱそこはちゃんと引き継いでほしいと思われているか、この辺はどうでしょう？もう日々ね、本当にこれだけ言ってこれだけ帰ってきたのにまだわからないのかとか伝わってないなっていうのはもういっぱいあるんですよね。ところがね、これ子育てと一緒でね、うちの子供はこうやって育てたつもりなのにと思うけど、これがね、よその子といっぱい混じるとね、あ、やっぱりうちの子だと思うことがあるんですよ。なるほどね。それってすごく感覚的に分かります？言葉とか行いとか、あ、うちの子だって分かる時あるんですね。そういうのをスタッフでも感じることありますよね。それにやっぱりそう簡単には伝わらないもんだろうっていうことはもう分かってるので、もう自分自身考えると、この年になってやっと、あの時ね、恩師が言ってくれた言葉はこういう意味だったのかなってこの年になって思うんですよ。で、母がね、おいしいおいしいって食べてるものをね、なんでそんなおいしいのかなと思ったのが今おいしいと思うんですよ。だからね、年を重ねないとっていうか、経験を積まないと分かんないことっていっぱいありますよね。だからといって伝えなくていいのかちょっとそうじゃないので、私懲りずに言いますよ。時々雷も落ちます。
なんかじゃあまあなかなか今はまだ伝わってないのかと思うんだけれども、その人たちもあと10年20年経つ間にいくつかこう気づくこともあるだろうという。そう、うん、で確実に伝わってるなって感じることも多くなりました、うん、そうですか、はい、なるほどね、うん、確かに、まあ、僕はもう本当に小さな事務所ね、スタジオ L っていう設計事務所とかコミュニティデザインの事務所やってますけど、まあ、ひょっとしたらちょっと特殊かもしれないなと思うのは、我々あの自分たちの世界観を作るっていうことが仕事じゃないところはあるんですよね、うん、教育の哲学であったりとか、うん、暮らしだったりとか根のある生活みたいなものをこういうものですっていうふうに作る仕事ではなくて、あの地域の方々に集まっていただいて、その方々に話をしてもらい、その人たちが決めて、その人たちが動いていくっていう、その話し方の部分だけを僕ら担当するので、言ってみれば例えばこの地域ってこうなるといいよなって僕が思っててもあまり意味がないことだったりするんですよ。なので自分も持ちますよ、もちろん、例えば大森に来るなら大森ってこういう風になるといいんじゃないなんていうのはいくつか多分夢のようなものを描いても来ますけど、ここにお住まいの方々にとって何の関係もない話ですよね。ワークショップの現場で僕がこうなるといいと思ってたのにっていうのと全然違う話にやっぱなっていくんですよ。でもそれを年間何百回ってずっとあるので、うちの事務所の20人ぐらいのスタッフがスタジオ L をこういう風にしていこうっていう話をしてる時も、僕が大事にしてきたこととか僕がこうなるといいと思ってたのと全然違う話になっていくんですけど、多分慣れてるんでしょうね。わずか17年ぐらいしかやってませんけど、毎年ずっとその自分と違う方向の話ばっかりに進んでいくことにもう麻痺してるというか慣れちゃってて、スタジオ L が僕の後どうなろうといいんじゃないかと思っちゃうところがあって、こう語ると人間ができているように聞こえちゃうかもしれないですけど、いい加減なんですよ。もう多分ね、どうでもいいと思うんですよ。これもうやばいな、これが入っちゃってるから、うちの事務所のスタッフたちもこれ必ず見ますからね。でもまあ、あの事務所のスタッフはうなずいてると思いますね。 あいつ年に2回しか事務所来ないしなっていうのはもうバレてますから、あれ全然事務所に来ないし、事務所の人たちが自分たちでスタジオで作ってると思ってるので、僕は多分本当にそこが全然ないから、逆に何かその大事にしてほしいものがあり、それをこ う, うまく伝わってるかどうかが葛藤するというのは、僕も想像の中ではそうだろうなと思ったけど、実際その葛藤があったり、あるいはしかし何度も言ってきたからこそ分かってないと思うところと、でもうちの子だってちゃんと分かるっていうところがあるっていう話は、なんか聞いててすごく羨ましい葛藤のような気がしましたね。でもね、あの時々こうお偉い方に来ていただいて、はい、お話をしていただくと、あの社員のレポートは素晴らしくこと書いてあるんですよ。なるほど。それっていつも私言ってることじゃないかと思うんだけど夫がね言うんですよ、はい、誰が何を言うかより誰が言うか問題だと。だから娘たちに若い時にね、うんうん、何か言いたいことがあっても隣のおじさんに言ってもらうとかね、だからあのとってもいい親子をなさってると思います。そうですか。やっぱり私風と土ってね、安倍さんもあれだけど、やっぱり私あの土の人たち とそこに風の人がね、風を送り込まないとね、やっぱり風土って生まれないと思うので、私たち意外とね外国の方にいろんな価値を覚え教えてもらいました。そう、もう目が全然違うので、いや日本人なのにこんな、ね、日本の良さに気がつかなかったから悔しいって言ったら、加藤由美さんが、私はねブルーの目を持ってるから見えるのよとおっしゃるの。ああいう、ね、言葉もね、本当素敵よね。確かにね、距離がね、冷静にこう物事を見るみたいなことっていうのはなんかあるし、我々も少し慰められるというか、地元にいなくていろんなところばっかり行って、コミュニティデザインのワークショップばっかりやってるんで、本当に何の役に立ってんだろうと思うことありますけど、少し冷静に見るから ここがいいんじゃないでしょうかっていうふうに思うことっていうのはあります。今おっしゃったその外国の方ほど僕らは目は超えてないんですけれども、地元にいるとやっぱりこの、ね、あの点はいいと思うんだけど、実はいいと思う点に対してすごい草刈りしなきゃいけないで面倒くさいんだとか、あの人すごく立派なんだけどああいう面も持ってんだとか、いろいろ知っちゃってるから、あの素直にこれがいいみたいに言えないとか、あるいはそれがもはや気づくのも難しくなるみたいなことが、地元の中のこの複雑な関係や思いで見えなくなっているものみたいなやつを、外から来た人は分かってないので、分かってないからもう素直にこれいいと思いますよと、で地元の人はそれ聞くと、いや分かってんだと、あれがいいのは分かってんだけど、
でもあんた分かんないだろうと、いろいろ複雑なことあるんだよって言われるんだけど、多分僕らの役目はその分かってなさなんだと思うんですよね。いろいろあるかもしれないけど、いいと思ったんだからいいんじゃないですかっていうふうに言い続けるのが僕らだし、あいつ分かってねえなって言われ続けるのも僕らなんだろうと思うんですよね。ただなんかしつこく言ってると、たまに、まあ、言われてみればそうかもしれないねなんつって、そこからあの地域がちょっと変わっていくみたいなこともあるのかもしれないので、今富さんおっしゃったみたいに、ちょっとこの遠い、ところから見る人たちに教えられることがあるっていうふうに言われると、それほど僕らはできてないですけれども、ちょっと心が楽になるというかね、嬉しくなるような気持ちがありますね。豊田さんはどうなんですか、町の中でもう十何年とおっしゃってますか。13年、はい、こういう人っていうのは地元の人っていうことになるんですか、それともまだ外からの目は有効なわけですか。もうよくわかんないですね。なんかやっぱ本当島の人で地元の人間になるなよって言ってくださる方もいらっしゃるし、やっぱ風の人としての目を持っていてほしいという方もいらっしゃれば、まあ、自分としてはこう、その地元の人なのかよそ者なのかの線引きっていうか、明確な線ってないと思っているので、まあ、相対的な話だったり、それはなんか誰かがそう感じるものだったりなので、僕は半分はやっぱこう地元の人間じゃないっていう、そのなんか謙虚さも持たなきゃいけないと思いながら、でも半分はもう地元の人って認識してよみたいなところもやっぱあるし、だからはっきりどうこう言えないですけど、まあただ島に対しては当事者として何かできることをしたいなという気持ちは持ってますね。はい、トムさんは最初に40何年とおっしゃいましたけれども、はい、40何年経つと地元、もともとが三重県でいらっしゃる、で、嫁いでこちらに来られたということですけれども、四十何年経つともう完全に地の人という感じになるわけですか。うん、地元の人はどう思ってらっしゃるかはわからないんですけども、人によってね、こう混ざりやすい人と、混ざりにくい人とあるから、何年いるから混ざるとか、そういうものではないと思うんですね。はい。で、富さんはもう混ざってると自覚をされている。私自身はすっごい混ざってるつもりだけど、私多分どこに行ってもね、受け出てるんじゃないかなと思うけど、それがまたね、そういう人もいた方が面白いじゃないですか。だから街ってね、こうある海外の例でね、すごいデザイナーが入ってすごいデザインして素敵な街作ったんだけど、私全然魅力ないと思って、やっぱり街って多色塗りだと思うんですよね。こう一色で塗っちゃったらなんか魅力に欠けるでしょ。だから個性ある人がいっぱいこう存在して、こうね、ケンケンガクガク言いながら、それでもなんかね、こうみんなで助け合うっていうか、支え合うっていうか、まあそういう部分が生まれてくるといいなと思いますね。確かにね、今軽く建築家とアーバンデザイナーをディスっていただきましたね。もうちょいディスっていただきたいんですけど、じゃあ今のファッションデザイナーにはどういう気持ちを持たれていますか。なんかその今のデザイナーさんは素晴らしい方いっぱいいらっしゃると思うんですけども、ファッションっていうそのジャンルの業界がやっぱり流行を作り、それからパリコレだとかね、その海外の、ま、こういう洋服というぐらいだから外から来たものだから、そちらに学ぶのは当然悪いことではないけども、そろそろ日本人もね、100年超えて服着てるのに、日本人らしい服をね、作りませんかっていうのを私思うんですよ。それで私はね、自分の服は融通が利くっていうのをすごく大事にしてるの。それは日本の文化って融通が利くっていうのが最良の文化でしょ。だからほらコミカでもね、こう建具を取っ払ったら大広間になるし、と、その縁側でも外側でもない内でもない空間があったり、そういうなんか遊びとかそういうものをね、こう服のデザインに入れたいなっていうのと、今日これね、ボロの美って言って、私ボロっていうのは日本では本当になんか昔の偉いお坊さんはボロを着たっていうね、だけど西洋に行くとボロはただのゴミっていうんだけど、こうボロボロにこうついたものをこう一つのものにこれプリントにしたんですけど、そのデザインの背景にもやっぱり自分のそういう考え方がこう理屈じゃなくて、あ、素敵ねって思ってもらえるようにデザインできればいいなと思ってて、その気をてらったりとか、なんか突出して自己主張するっていうのは
なんかとかくデザイナーにありがちだけども、あのうちの夫は、まあ、建築がすごく趣味なんですよ。で、俺は1級も2級もないけど打球建築士だって言ってるけども、いつも配慮してることはその街の景観に馴染むこと、そうだから社屋を作った時も、うん、わざとこう綺麗に出来上がった後サビトタンを貼ったりね、綺麗な照明買ってきてね、なんか昔のこう電柱にこうね光ってる照明もらってきたりして、でも別に骨董趣味ではなくって、なんかその美しさのバランスっていうかね、そういうものをね常に配慮して作っていきたいなと思ってるんですね。なるほどね、それ本当そうだと思いますね。そのまあ、美しさの配慮もそうだし、それをすることによって結果的にあの新しくはないんだけれども古くもならないっていうことはやっぱりすごく大事なことな気がするんですよね。でそれはそのファッションの業界はそのサイクルがめちゃくちゃ早いですから、うん、まあ年に2回ぐらいその流行を変えなきゃいけない、強制的に変えなきゃいけないものを作ってみたり、毎年のように、まあ、これはちゃんとジャーナリズムの方が流行の色を決めていったりとかするという構造の中にどうしても入ってしまう。すると気をてらったものを作るというのは、つまりあの前にやったものを古くしながら今回のものをまた皆さん買ってくださいねということを繰り返していくっていう、ビジネスモデルにもうなってしまっているので、そこから抜け出すのってすごい難しい。であの建築もやっぱりファッションほど早くはないんだけれども、やっぱり持っていますね。なので皆さんも少し前に流行った建築なんかを見るとちょっと懐かしいけど今は嫌だなって思うっていう。でも住まいがそういうふうに見られてしまうって結構大変なことで、我々はそれよりも長く生きているわけですから、10年ぐらいでどんどんその流行が変わってもらっちゃ困るよなと思うっていう時に、自分たちが住む住まいを地域の景観に馴染むようにするであるとか、それからその最先端のようなものにしていかないようにしていくことっていうのはすごく大切なことで、10年後にがっかりしない自分のためにもね、多分そのどのあたりにしておくのかっていうのをちゃんとあの見極めることが必要で、多分デザイナーはそこに寄り添った方がいいんだろうなというふうには思いますね。いや、いい話聞けた。あのファッションデザイナーの人たちが今ここで猛反省してくれると嬉しいなと思いますけど本当におっしゃる通り、トミさんたちの、まあ、ブランドという言い方がいいか分かんないけど、洋服は、新商品を発表する時期みたいなやつを決めてあったりするんですか？決めてないです。全く決まってないです ね, で, ね。でも長いものになると定番的に二十何年同じデザイン作ってるものありますし、それからうちの本店も皆さんご覧になったかどうかわからないですけど32年前に作りました。32年前に作った店舗ってだんだんこう陳腐化してると思うんですけど、まあ私が言うのもおこがましいけど陳腐化してないと思うんですよね。してない、全然しない。このかやぶきの家ももう250年経ってるんですけども、安倍家も230年経ってるんですけど、私はあのなんていうか、あの新しいものとか便利なものとか都会的なものを否定してるわけではないですよね。今は両方のこうバランスを取りながら、あのね、価値を両方の価値を高めていくっていうのができると思うんですよね。そうですね。だからもう本当にあのファッションもそうですけれども、家具のデザインとかも本当に今はそうなっちゃっていて、あのメーカーから次のデザインお願いしますってデザイナー言われて結構去年作ったやつ良かったと思うんだけどなと思っても、なんか作らなきゃいけないですよね、去年よりも今風なやつね。でそれがもう時期が決まっちゃってるので、工程考えるとそれの何ヶ月か前までにはデザイン出してくださいって言われちゃうので、もうひねり出したようなデザインが出てきてしまうっていうことを、まあ、繰り返してる。でも新商品発表するのをいつって決めてない場合には、本当に作りたくなったり本当に今これが大事だというふうに思えば1点追加する2点追加するということで、長く続いているものであれば20年以上っていう、それが本来のあり方なんじゃないかなっていうふうに思いますね。我々も買う側もやっぱりそれをちゃんとあの理解してですね、あの長く着られるような服を選ぶし、それを丁寧に作ってあの使っていくだし、そのメーカーから新しいものが全然出てこないということを、なんだ何にも発表しないじゃないかじゃなくて安心して見ていられるという、そういうその社会になっていくといいなという気がしていますね。